動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。いつも皆様、温かいコメント本当にありがとうございます。励みになっております。今回もリーディングをしていきますが、リーディングの内容が皆様の恋愛や今後の人生のですね、ヒントやアドバイスになることを祈っております。はい。今回のテーマなんですが、まあ、喧嘩であったり、すれ違いによってね、まあ、ちょっとこう、ギクシャクしてしまった、まあ、関係がね、こじれてしまったお相手の方の、お気持ちであったりね、まあ、仲直りができるのかどうかというところを見ていきます。はい。今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、その前にですね、こちらのシンキングボールの音色で魂の浄化を図っていきたいと思います。シンキングボールの音色にはですね、ネガティブなエネルギーや心の壁を取り除く浄化作用があるというふうに言われていますので、皆様もですね、リラックスした状態でお聞きいただいて、気持ちを落ち着けてからリーディングに入っていきたいと思います。はい。それではですね、早速鳴らしていきたいと思いますので、皆様もね、リラックスした状態でお聞きいただければと思います。では参ります。ではですね、早速リーディングに入っていきます。選択肢左から A、B、C とさせていただいておりますが、それぞれのカードについて見ていくと、まずは A のカードです。A はこちらのライオンのスピリットのカードになっております。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきたいと思います。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。B はこちらのオスジカのカードになっております。はい。こちらが B になります。最後、C のカードです。C はこちらのフクロウのカードになっております。はい。こちらが C になります。はい。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい。それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それでは、どうぞ。はい。カードをお選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい。それではですね、まずはじめにこちらのライオンのカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマはですね、まあ、喧嘩であったり、まあ、すれ違いによってね、まあ、ちょっとこうギクシャクしてしまったお相手の方とですね、まあ、仲直りができるのかどうかというテーマで見ていきたいと思うんですが、それに際しましてですね、まずはですね、まあ、お相手の方と、まあ、喧嘩であったりね、すれ違いがこう発生した時のですね、まあ、お気持ちと、まあ、そこからね、まあ、こうしばらく経っている方もいるかもしれないし、まあ、直後の方もいるかもしれないんですが、そこからね、今のお気持ちですね。その喧嘩とかすれ違いが発生した時とかではなく、今、現時点のね、お気持ちですね。それを見ていき、そして今の時点で未来ですね。あなたとの未来をどう考えていらっしゃるのかっていうのを見ていきます。で、最後にね、仲直りができるのかどうかっていうのをね、見ていきたいと思います。はい。これよりリーディングをね、行っていくんですが、こちらね、全体に向けたリーディングとなっておりますので、まあ、すべての方に当てはまるとは限りませんが、まあ、その中でもですね、何か心に響いたことは、受け取っていただいて、そうでないことに関しましては、聞き流していただけますと幸いです。はい。まあ、いずれの場合もですね、皆様の今後のね、恋愛や人生のヒントやアドバイスになることをね、祈ってリーディングをしていきたいと思います。はい。
はい、ではですね、お待たせしました。見ていくんですけれども、今回3列になっておりますが、一番上のね、カードがですね、まあ喧嘩であってすれ違いが発生した時のお相手の方のお気持ちを表しています。で、真ん中のカードがですね、今現時点でのお相手の方のお気持ち、そして下のカードがですね、今の時点でお相手の方はあなたとの未来をどういうふうに考えていらっしゃるのかっていうのを表しています。ではですね、早速カードをねオープンしていきたいと思いますが、あのね、だいぶ興奮状態だったのかなと思います。だいぶね、なんか感情的になっていらっしゃったり、なんかこう、あなたに感情、感情というかね、なんだろうかな、日頃のストレスとか鬱憤、これはね、あなたとの関係だけで受けたものじゃなくて、その何かこう、例えば違う部分、恋愛以外のところで受けたものもなんかこう、あなたにぶつけるみたいな、まあ言えば八つ当たりみたいなね、ところがあったのかもしれないですけれども、だいぶね、上のカードは全部冷静さをね、失っているっていうような、まあこれはちょっとニュアンスが違うんですけれども、が出ておりました。で、そこからちょっとね、カードを見させていただくと、そう、なるほどね、やっぱ冷静さを失っていたからだと思いますね。はい、ではね、見ていきたいと思います。まあ総合的な結果からまずお伝えすると、興奮していたっていうところがあってね、でいろいろとね、こう行き過ぎたことであったり、言い過ぎたり、したりね、されていたのかなと。で、今はまあちょっとこう反省の時期を過ごしていらっしゃっていて、今後においてはですね、何かこう自分から動いていきたいなみたいなお気持ちでいらっしゃるというのは出ていたんですけれども、ちょっとこう深掘りしてね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきます。はい、まずはね、その喧嘩とかすれ違い発生した時のお気持ちということで、だいぶね、取り乱していらっしゃったのかなというカードから見ていきます。カップのクイーンというカードです。このカードは本来ですね、まあ愛を注ぐというね、意味のカードの通り、まあ母なる愛と言いますかね、クイーンというのはこう母性をね、表す、まあ人と言いますか、象徴でもあったりしますし、カップというのはね、感情を司る象徴なんですね。だからすごくね、大きな愛で、まあ包み込むと言いますかね。まあ、いろんなことを受け止められるような人っていうことを表すカードになるんですが、逆位置になるとね、その感情がもう溢れちゃってしまっているっていう状態で、まあ、その感情の高ぶりによって冷静さを失っているということでね。何かこう、溜まっていたものがこうバコーンってね、こう爆発しちゃったというかね。おそらくね、その喧嘩の時とかすれ違いが発生してね、言い争いになった時におっしゃったことっていうのは、なんかその時の感情に任せて言ったことで、本来あなたに対して本当に思っていることではなかったりもするのかなと思います。まあ自分のなんだろうかな、威厳を守るためであったり、まあどこかがこう自分に非があるとは分かっていながらも正当化していきたいという気持ちでね、あなたのせいだとか、あなたが悪いみたいなことをねおっしゃったのかもしれないですけども、心からそう思っているわけでは多分ないと思います。だからね、まあそういった、ちょっとこう、場合によってはね、あなたにとってすごく重くね、こう、なんだろうかな、傷と残るような、言葉とかね、行動とか態度とか、中にはもしかしたらね、手を出された方もいるかもしれません。だけれどもね、本当はそんなことをね、したいと思ってされたわけではないと思いますし、まああなたもね、それは分かっていらっしゃると思います。お相手の方が本来そんなことを言う人、やる人ではないっていうのはね。だから、その時の姿っていうのはね、まあ本当にこう、相手の方ではなく、まあちょっとこうね、感情に飲み込まれてしまっていたというかね、そういったところがあったと思うし、ワンドの5ですね、これも対立葛藤というカードで、まあ自分を抑えられなくなって誰かとね、対立してしまう。まあその対立した対象があなたなのかなと思うんですね。だからもうこれね、真ん中にいる人がもうね、こう、冷静さを失ったり、まあ興奮状態になっているからこそ、周りのね、これ動物たちがもうね、こう、恐怖を感じて逃げてしまっているぐらいね、だいぶこう取り乱していたんだと思うんですね。し、ね、まあかなりこうね、もしかして暴れていらっしゃったのかもしれないけれども、ちょっとね、その時の、リミッターがね、普段はリミッターがね、ちゃんと、作動しているね、方なのかもしれないですが、その時はちょっと外れてしまってね。
まあ今となってそれを反省していらっしゃるっていうのがあるんですけれども、だいぶね興奮状態だったのかなと。でその時に感じられたのがスタンドスティールっていうカードで、これ立ち止まるっていうカードですね。もうダメだ、もうこんな状態ではやってられないということで、あなたとの関係は一旦立ち止まるっていうことを思われた。ただね、ここがまあ不幸中の幸いと言いましょうか、立ち止まるってことなんですね。終わらせるとか、もうね、縁を切るとかではなく、一旦止まろうと、中止だと、いうふうに思っていらっしゃる。中止ということは再開も一応検討はできる余地があるということなんですね。これがもう立ち去るだとか、もう終焉ですね、終わりだとか、それだったらばやっぱりね、もう仲直りができるのかっていうテーマなので、ちょっとそれが難しいっていうところになってくるんですけれども、立ち止まるっていうところなので、やっぱこうね、最終判断、最終決断をするのはまだ早いというか、今の状態で判断を下すのはやっぱこうね、良くないっていうこと、どこかこう興奮状態の中でもわずかに理性はね働いていたのかもしれません。このままなんかね押し切っていってはいけないっていうような理性が働いたと思うので、だからちょっとこう中止だと、一旦停止するみたいなね、そういったお気持ちでいらっしゃったのかなと思います。で次ですね、真ん中のね、カードに移っていきます。今現時点でね、どういうふうに思っていらっしゃるのかということで、見ていくんですけれども、まあ一言で言うならば反省中みたいなね、カードになっておりまして、ソードのページというカードは逆位置になっています。まあ、このカードね、逆位置になりますとですね、まあ、準備不足だとかね、まだコントロールすることができないっていうね、カードになっていて、まあ、正位置の時にはね、この、まあ、剣ですね、ちょっと見えにくいかもしれないですが、剣の使い方を覚えたてのね、まあ、人がいて、まあ、それをね、これから、まあ、うまくね、こう、使いこなせるために、こう、練習に励んでいくような、そんな姿がね、描かれているんですけれども、逆位置になると、まだこう、うまく使いこなせていなくて、ちょっとね、この、まだね、こう、自分自身もコントロールできないっていうカードになるんですね。だから自分自身っていうのは、こう、自分の中の感情ですね、をまだこう、コントロールできてね、まあ、反省している最中なんだけれども、その、まだね、もしかしたら今の状態であなたと会ったら、またこうね、なんかこう、沸点がファッとなってしまってね、こう、怒りをぶつけてしまうとか、なんかね、こう、意地になって、こう、あなたがこうね、歩み寄ってきても、ふんみたいな感じでね、無視しちゃうとかね、本当はそんなことしたくないのに、なんかこう、感情にね、またこう、流されてしまうっていうようなところがあるから、もう少しね、気持ちを落ち着けたいっていうようなお気持ちでいらっしゃるのかなということと、あとはここですね、ペンタクルの8というカード、これも逆位置になっています。まあ、このカードが逆位置になっている時というのは、変化を求める、やっぱり今の状態でね、終わってしまうとか自然消滅をね望んでいるんじゃなくて、やっぱりここからね変化を起こしていきたいっていうのはあるんだけれども、まだねちょっとこう虚しい努力っていう意味のカードでもあるので、今の状態でねなんかこう関係を修復していく努力をしたとしても、なんかそれがうまくいくような気がしていないと。だからもうちょっと本来の自分を取り戻してから仲直りに向けてね動いていかないと、それは実際の仲直りにはね進んでいかないっていうふうには感じていらっしゃるので、まあもう少しねちょっとこう自分をね、まあ回復させたいというかね、まあ気持ちをこう整理してね、ちゃんとあなたと向き合えるような自分にしていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。まあそんなカードになっています。でウォーターっていうのも、これ水っていうカードなんですが、水っていうのはね、この自分をこう浄化させてくれるもの、これね水を飲んでいますけれども、水を飲むことでいわばこの体の中のね老廃物っていうのがこう排出されて、自分の中が綺麗になるっていうことなので、今本当にこう気持ちの浄化をしていらっしゃるような状態なんですね。まあその興奮状態というのがありましたけれども、あなたとねこう喧嘩とかすれ違いが起こった時に、発生したまあ余計なまあ老廃物的な感情ですね、怒りであるとかなんかこう嫉妬とかねプライドとかまあ余計な感情っていろいろあると思うんですけれども、それをこう排除してね自分の中を今クリーンにしようとしていらっしゃる。まあこれ反省しながらね、自分を浄化させようとしていらっしゃるっていうのがあるので、まあだからね、このままでいいやっていうね、なんかちょっとこう、もう諦めたような感情ではなくて、もう一度ね、やり直していくにあたって、自分もね、やっぱりこう、いろいろとね、至らぬことをしてしまったと、ね、なんかこう、まあ恥ずかしい部分を見せてしまったっていうふうにも思っていらっしゃると思うので、浄化をしていらっしゃるんだなと思います。
まあ、あとは浄化しないとね、いけないなっていうふうなお気持ちでもいらっしゃると思います。うん、あなたと仲直りしたいからね、うん、そのためには余計な感情をなくさなきゃっていうのがね、本音なんだと思います。で、今の時点で、まあ、お相手の方がですね、未来、あなたとの未来をどういうふうに感じていらっしゃるのか、まあ、考えているのかという部分ですねについて見ていくんですが、最終的にはここだと思います。ワンドの3というカードで、これ実行に移すというね意味のカードで、まあちょっとこうバンジージャンプみたいな感じでね、こう勇気を持って一歩を踏み出すとかね、なんか行動を起こすっていう意味のカードなんですね。だからそのあなたに対してまあ行動を起こすことが、まあ喧嘩とかねすれ違いを発生させたからこそ、まあ行動を起こすっていうのが、まあ何もないね、通常の時に比べてやっぱこう勇気がいるわけですね。勇気はいるわけだけども、やっぱりその行動を起こさないまま終わらせていくっていうかね、終わりに向かっていくっていうのも嫌だから、まあ自分のね気持ちが整ったら、まあ勇気を振り絞ってね、あなたに声をかけに行ったり、あなたに会いに行ったり、あなたに連絡を入れたりね、何かしらのアクションをまあ起こしていかなくちゃいけないなっていうふうにまあ感じていらっしゃる、そういったねこうカードになっているので、やっぱこのままあの未来をね終わらせるっていうことに関しては、うん、あの考えてはいらっしゃらないのかなと思います。うん、はい、このインパッセっていうカードですね、袋小路っていうカードですけれども、まあ、このカードのメッセージとしても、まあ、よく考えてエネルギーを向け直しなさいということでね、まあ、ちょっとこうエネルギーをね向けるところを間違ってしまったわけですね。喧嘩をした時とか、あとはすれ違いですねが発生した時に、うん、で本来ちゃんと自分のエネルギーを向けなきゃいけないところはどこなのかっていうのをね、今も反省しながら考えていらっしゃると思うし、その答えをねちゃんとこう自分の中で定めたら、そこにね、まあ、あなたとの関係をやり直すというところにやっぱエネルギーを注いでいかれると思うので、まあ、そのための行動だと思うんですね。うん、だからやっぱりこう今の時点でも、まあいずれねちょっとこうまだちょっと自分の気持ちの整理に時間がかかっているけれども、うん、仲直りをしていきたいなというふうに思っていらっしゃる。で、最後このフールというカードですね、愚者というカードの逆位置です。はい、まあこのカードといたしましても、うん、まだね反省というか、まあ浄化がね完全に整っていない、完了していない状況だからこそ、このカードが逆位置になると、まあ何かこうね、したいと思いながらもどことなくこうまだ気力が湧かないということですね。うん、まああとは現実からちょっと目を背けているみたいなところがあって、まあ反省しつつもどこかでね、まだ自分は悪くないんじゃないかみたいなね、その興奮していた時の自分がね抜けきっていないっていうところは出てはいるんですけども、これはね時間がかけていけばね、これなくなっていく部分だと思うので、未来として考えているところとしてはこの2つのね、仲直りをしていくっていうところなんじゃないかなとは思います。はい、ということでね、ここまで見させていただきましたが、最後ですね、そのお相手の方と関係がですね仲直りできるのかどうか見ていきたいと思います。はい、仲直りできるかどうか見ていきます。うん、はい、出たカードがフォギブネス、まあ、許しというカードですね。だから互いに許し合えるっていうところがね出ているんだと思いますし、まあフリーダムっていうカード、自由ということですね。まあだから自由が訪れるということです。今はねちょっとこうまあギクシャクしてしまったり、関係がねこじれてしまっているがゆえに、まあその二人の関係にまあ自由っていうのが今ない、まあ不自由な状態だと思うんですね。なんかこう硬直していたり、まあ本当はね、話し合いをしたいと思っていても、なかなかこうね、連絡を送るっていうのもちょっとあなた自身にも勇気が痛いですね。うん、まああとはもうすでにあなたの中では気持ちが整っていて、まあお相手の方にね歩み寄るような行動をねしていらっしゃったとしても、そのお相手の方がまだ動いてきてくれなくて自由が効かないみたいなね、まあそういった状態にはなっているのかもしれないけれども、うん、そこからねまずフォーギブネスっていうのは許し、まあ許すっていうカードである通り、まああなたもお相手の方を許すことができるし、お相手の方もあなたを許すことができる。まあこのね喧嘩とか
あとはすれ違いのね、原因がどういったものによるかによってね、まあ双方が許すっていうことではない問題の方もいるかもしれないんですけども、まあいずれにせよね、その許し、二人の間に許しっていうものが起こってですね、まあ今回で言うと、まあ和解であったり仲直りをしてね、もう一度ね、こう手にしたかったものがこう手に入るようになっていく、まあそれに近づいていくっていうね、カードが出ている通り、まあやっぱり仲直りができるっていうね、未来を表すカードが出たかなと思います。フリーダムっていうカードもですね、これ自由というカードで、まあ言えばこう草原をね、こう自由に駆け巡っている馬がね、描かれている通り、今はね、ちょっとなんだろうかな、あの馬でいうところの、うん、なんかこう、うん、檻というか、なんかこう囲いにね、囲われていて、なんかこう全然ね、自由に動けない状態なのかもしれないけれども、そのね、この囲いがなくなって自由にね、うん、駆け巡れるようになるっていうのは、やっぱりこうね、スムーズに関係が進むようになったり、またこうね、二人が、まあコミュニケーションもね、こう、なんだろうかな、こう、なんかこう妨げなくね、こう、やり取りができるようになったり、まあ会えるようになったりね、うん、いろんなこの今、喧嘩とかね、すれ違いが起こってから、ですね、発生してしまったこの不自由さっていうのが、これなくなっていくんだと思うんですね。うん、まあそれでね、まあ本当にこうね、まあ思いっきりこう楽しくね、あの駆け巡っている通り、二人の間にはこう楽しくね、こう過ごせたり、笑顔がまた、戻ってきたりですね。うん。まああとは一緒に入れることの、まあ喜びを感じ合えたり、まあね、いろいろなね、この、まあ今回の喧嘩とかすれ違いによって学んだこともあると思うんですね。で、その学んだことを活かせるようになってね、さらに二人の関係がこう発展していくようなね、うん、なんかそういうね、流れになっていくっていうことを暗示してくれているカードなのかなと思うので、まあ仲直りはね、できていくんじゃないかなとは思います。はい。まあだから、今回で言うとね、その仲直りのきっかけというのが、お相手の方から発信の行動が、その始まりになってくるのかなと思います。うん。あなたから働きかけて仲直り、この許しとかが発生するというか、お相手の方から、まあ気持ちが整ったらね、動いてこられて、それでね、仲直りが起こるというような、パターンなのかなと思いますので、参考にね、していただけますと幸いです。はい。はい、ではですね、最後に見ていくんですが、選択肢のカードです。アドバイスのカードとしても引かせていただきましたが、ライオンのスピリットのカードです。はい、まあ、このカードはですね、Be Generous of Spirit っていうカードで、まあ、寛大な心を持ちましょうというカードなんですが、寛大っていうのもあのね、何でもかんでもね、許してあげるだとか、まあ、その、ね、自分だけはこう、広いね、こう、心を持ってね、たとえ、まあ、なんだろうかな、理不尽だなと思ってても、それを受け止めるみたいな、これがね、寛大っていうわけではないです。ちゃんと、まあ、あなた自身も、まあ、プライドを持つ必要があるっていうのがあって、でも、このプライドっていうのも、この健全なプライドを持ってくださいっていうね、意味を伝えてくれていて、どういったことなのかっていうとね、健全なプライドっていうのは、例えばこう、卑下する気持ちをなくすっていうことですね。まあ、今回の喧嘩によっても、私は嫌われてしまった、もうね、恋はやっぱり自分には向いていないとかね、私なんかもうね、誰にも好かれないんだとか、なんかそういう卑下する気持ちに、あなたがもしかしたら今支配されかけているかもしれません。だけれども、そんなことはね、あなたはね、恋をうまく進めることができるし、ね、別に嫌われたわけではなくて、今回はいろいろね、お互いの意見がこうね、ぶつかったことでいろんな学びを得られたんだとかね、うん、なんかそういうね、この自分を卑下する気持ちをなくしていってね、うん、どこかこう自分をね、こう肯定しすぎるっていうわけではないですけれども、ね、自分をこう認めてあげたりね、望むことはね、自分の今望んでいることは必ずね、手に入るとかですね、そういった気持ち、まあ、これがね、健全なプライドを持つっていうことなので、うん、その気持ちをね、持つっていうね、今こそそういったね、健全なプライドを持つべきだと思いますので、参考にね、していただけますと幸いです。はい。まあ、持つための努力っていうのはね、人それぞれね、あると思うので、まあ、一旦ね、恋愛のことをばっかりを考えてね、健全なプライドを持つことができないんだったら、一旦恋愛から離れる、恋愛のことを考えない時間をね、作るっていうのもね、一つ、大事だと思いますので、参考にしていただけると幸いです。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回は焼肉で必ず食べるものはということでね、もう明らかにね、私自身が焼肉が食べたいという欲望がね、ここに出てしまっているわけなんですが、まあ食べるものというふうにね、書かせていただいたのは、まあ部位だけじゃなくてね、焼肉に行ったらいろんなものね、あると思うので、書かせていただいたんですが、まあ私としてはですね、焼肉に行ったら必ず食べるものがですね、
まず角的ですね。お肉じゃなくて角的なんですけれども、角的とですね、冷麺と牛タンとハラミ、これはね必ず食べるようにしています。でお店によってあるかないかっていうところなんですが、あのお気に入りのねお店にはですね、厚切りカルビがね、ありますので、それもね、食べたりしますね。うん、あの昔はですね、あのライスもね必ず食べるようにしていたんですけれども、最近はねちょっとお肉をねたくさん食べたいというね、あの気持ちが強くなってきたので、ライスはあえてね頼まないようにしているんですけれども、うん、あとはね、これもお店によってあるかないかっていうことがあるんですけれども、野源軟骨です。軟骨もね結構好きだったりするので、まあればね食べるようにしているんですが、けれども、まあ、皆さんはですね、焼肉に変えた時必ず食べるものっていうのはね何かありますでしょうか。あったらですね、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、ということで、こちらですね、 A をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりますが、何かね特定の方とのお悩みであったり、あとはねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただきますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではですね、次にこちらのお寿司館のカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。今回のテーマはですね、まあ喧嘩であったりすれ違いによってねギクシャクしたり関係がねこうこじれてしまったお相手の方のまあお気持ちであったりね、仲直りができるのかどうかっていうのを見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、そのまあ喧嘩とかですね、まああとはすれ違いが発生した時のお相手の方のお気持ちと、そこからまあねしばらく経ってまあすぐっていう方もいるかもしれないですが、今現時点のお相手の方のお気持ち、そしてね今の時点でお相手の方はあなたとの未来をどういうふうに考えていらっしゃるのかっていうのを見ていきます。そして最後にね、お相手の方と仲直りができるのかどうかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ではですね、これよりリーディングをしていくんですけれども、こちらですね、すべての方に向けたリーディング、全体にね向けたリーディングとなっておりますので、まあすべての方に当てはまるとは限りませんが、まあその中でもですね、何か心に響いたことは受け取っていただいて、そうではないことに関しましては聞き流していただけますと幸いです。まあリーディングの内容がですね、皆様の今後の恋愛や人生のヒントやアドバイスになることを祈っております。はい、はい、お待たせしました。ではね見ていくんですが、今回3列になっておりますけれども、一番上のカードがですね、その喧嘩とかすれ違いが発生した時のねお相手の方のお気持ちを表しています。でそこからまあしばらく経ったり、まあ、すぐっていう方もいるかもしれないですが、今現時点でのお相手の方のお気持ち、そして下のカードがですね、お相手の方があなたとの未来をね今の時点どういうふうに考えていらっしゃるのかっていうことを表すカードです。はい、ではね早速カードをオープンしていきます。
なるほどですね。まあちょっとね、後ほどまた見ていきますけれども、クリアズエアーっていうカード、空気を変えるっていうカードが出てるので、まあこのままの雰囲気でいいとは思っていないっていうことと、クリエイティブ、まあ頭を今使っているっていうことで、なんかこう仲直りの方法をね、考えていらっしゃるのかなと思います。そうですね。なので、まあちょっとね、こう喧嘩をしてしまったけれども、まあこのままでいいや、みたいなね、そういうわけではなくて、そうですね。まあちょっとこうね、まあ喧嘩っていうものも、まあ、しなきゃいけなかったっていうわけではないんだけれども、したことによってね、まあ、まあ、いろんなね、こう、本音もね、見受けることができたといいますかね、知ることができたっていうような形で、まあ、どこかね、前向きに捉えなきゃいけない部分もあるとは思うんですね。まあ、そういうふうに今ちょっとこう考えるようにしていらっしゃるのかなと思うので、まあ、このあたりね、ちょっとお伝えしていきたいと思います。はい。ではですね、早速見ていくんですが、まずは一番上のカードから見ていきましょう。お相手の方のですね、まあ、喧嘩とかね、すれ違いが発生した時のお気持ちということなんですが、まずはここですね、女教皇、女教皇というカードが出ました。まあ、このカードとしては、まあ、冷静で客観的っていう意味のカードでもあるんですけれども、気持ちが落ち着いた状態で求めているっていう意味のカードでもあって、まあ、例えば、真剣交際とかをね、表すカードでもあるんですね。で、もしかしたら、なんだろうかな、喧嘩の理由とか、すれ違いの時に発生した、こう、いざこざ、言い争いみたいなところのね、原因としては、なんかこう、お相手の方がね、あなたとの関係のことを真剣に考えてくれていないんじゃないかっていうのがきっかけで喧嘩になったりとかしたんじゃないかなと思うんですね。だけれども、お相手の方は真剣に考えていらっしゃったっていうのがまず出ているのと、それを、まあなんだかな、真剣に考えているってことをうまく出せていなかったっていうのは事実かもしれません。真剣に考えているんだよっていうことをちゃんとあなたにも見せて安心させることができていなかったっていうところは、お相手の方にも非があるのかもしれないけれども、ただ、気持ちはちゃんとあった。っていうことなんですね。それがあなたにうまく伝えられていなかったり、伝えていたつもりだったけれども、それがやり方が良くなかったりっていうね。そういったところで、喧嘩にね、なっちゃったのかなとは思うんだけれども、だけれども、その喧嘩をした時も別にね、じゃあもうこの人はやってられねえとかね、そういうわけじゃなくて、あなた自身もやっぱこう自分のことを真剣に考えてくれていたからこそ、まあね、こう積もり積もっていたものがあったんだろうし、自分自身としても真剣に考えていたからこそ、逆にね、ちょっとこう言うのをためらっていた部分とかもあったんだと思うんですけれども、まあだから真剣な思い同士のぶつかり合いだったんじゃないかなと思います。はい。で、同時にですね、ここですね、感じられたのは、ソードの2っていうカードが逆位置で出ているんですね。このカードは、この2本の剣を持っている人がいてですね、2本の剣っていうのが2つの選択肢を表すんですね。で、お相手の方にとってはどっちの選択肢を選ばなきゃいけ、どっちかをね、選ばなくちゃいけないという選択の局面にいるんだけれども、これ選べていない。まあ、優柔不断っていうことをね、表すカードになるので、選びきれていないっていうカードになるんですけども、逆位置になった時には、何かこう選ばないといけないとか、選択に迫られているとか、問題に対する答えを出さなきゃいけないっていうね、意味のカードになるんですね。だからやっぱその喧嘩を通じて、あ、やっぱりね、何かこうはっきりとした答えを出さなきゃいけないなっていうことをより強く感じられたわけですね。やっぱそのはっきりとどちらか A か B かとかね、どちらかを出すことがあなたの安心にもつながるし、二人の関係にとってもやっぱその答えを出すっていうことは重要なことなんだっていうのを分かっていたつもりでもどこかを後回しにしていらっしゃったところがあるんだと思うんですね。だけれども今回の喧嘩とかすれ違いを通じてね、あ、やっぱり出さなきゃならんなと、先延ばしにしていてはいけないなっていうふうにこう思っていらっしゃるっていうのがね、お気持ちとしても出ておりました。アースキーパーというカードですね。第一の守り手っていうカードですけども、このカードはまあ、なんかこう小さなね、夢を卒業しても大きな夢を目指していくっていうカードで、なんかね、こう細かいところばっかりに目が向いていたのかもしれません。
お相手の方ね、あなたとの関係を進めたいというふうに思っていても、なんかね、ちょっとこう、些細なところばっかりが気にかかっていたりだとか、なんかこう、そこをね、なんかそんなにね、いちいち細かく気にする必要ないのにっていうところばっかりにね、目が向いてしまっていたのかもしれないですが、やっぱりね、今回の喧嘩とかね、ぎくしゃくした、まあ、こじれた状態を受けて、なんかもっと大きなね、ものを見ていかなくちゃいけないなっていうような、まあ、お気持ちにもなられたっていうのがあるので、まあ、いい意味でね、まあ、お相手の方に、まあ、拍車をかけたというとちょっとこう、表現が違うかもしれないですけれども、まあ、あなたのことをね、より一層こう、真剣に考えなきゃいけない、考えさせる機会にはね、なったんじゃないかなと思います。で、今、じゃあどういうお気持ちなのかということで見ていきたいと思います。真ん中の列ですね、を見ていきたいと思いますが、そうですね、まずは、まあ、ここですね。ここからちょっと見ていきましょう。クリエイティブっていうカードです。想像力を働かせているっていうことで、まあいろいろ頭を使っていらっしゃるわけですね。アイディアを巡らせている。これはね、まああなたとの関係をやり直す上でどうしたらいいのかっていうことを今考え中ということですね。何も考えず、なんだろうかな、行き当たりばったりで動いたとしても、まあ同じような喧嘩とかね、なんかこうギクシャクした状態を作り出すだけだから、まあ同じね、結果を招かないためにも、まあ改善策と言いましょうかね。まあちょっとこう、いい解決方法を今考えていらっしゃるっていうような状況ですね。だから、そこにも頭を使っているっていうことは、やっぱりあなたとの関係をね、終わらせるっていうつもりではないのかなと思うんですけれども、まあ動けなくなっている理由としてはここにあると思うんですね。ペンタクルのキングっていうカードが逆位置です。まあ、ペンタクルのキング、まあ、王様ですね。まあ、このカード、正位置の時には成功を収めるとか、収穫を迎えるということで、なんかこう、頑張ったことがね、うまくいって、それが自信となって、まあ、寛大な心をね、持つことができているっていうカードになるんだけれども、これが逆位置になりますと、まあ、ちょっとこう、うまくいかない出来事、まあ、喧嘩とかすれ違いっていうのがあったと思うんですけれども、まあ、それによってね、まあ、自信をなくしたというよりかは、今ね、ちょっとお相手の方は動けなくさせているのが、まあ、意地とかプライドとか見栄ですね。それが、お相手の方を動けなくさせている。ね。ちゃんとこうね、あなたとの関係をやり直すにはどうしたらいいのかっていうのをね、クリエイティブ、想像力をね、働かせて考えてはいるんだけれども、どこかでね、自分は悪くないっていうプライドが、そのアイディアをね、ひらめかせるときに、その邪魔をしてきているわけですね。自分はここまで考える必要はなくて、あなたが考えればいいだけじゃないかみたいなね。なんかそういうね、悪魔のささやきをしてくるプライド、見栄、意地みたいなのがね、まだお相手の方の心の中には居座っているわけですね。で、このね、なんだろうかな、余計なささやきをね、してくる自分をね、こう、いやもうそんないいからみたいなね、ちょっとこう排除しようとはしていらっしゃるんだと思うんですけれども、どこかでね、まだそのプライドみたいなところがあって、自分から動けなくしているところがねあるんじゃないかなと、そういう心理がね働いているんじゃないかなと思います。で、まあ、お相手の方、もう一つね、ここですね、ワンドの7というカードになっておりまして、まあ、これはね、有利な展開で物事を進めるっていうカードで、上側にいる生き物と下側にいる生き物がいるわけなんですが、まあ、あなたとの関係を上下関係としてね、見ているわけじゃないんだけれども、どこかね、お相手の方、うまく人間関係を築けるときっていうのが、なんかね、自分がちょっと優位に立っているときには、すごくうまく関係を築けるんだと思うんですね。それは、相手の人を見下しているとかではなくて、なんかこう、自分の方がこうね、下にいるっていうような感覚でいると、どうしてもね、その人とうまく向き合えなかったり、その人に嫉妬してしまったりね、なんかこう、ライバル心を向けてしまったりして、なんかその、関係構築が、なんかこう、ぎこちなくなっちゃうタイプの方なんですね。だからあなたに対しても常にマウントを取りたいとかではなくて、何かしらでちょっとこうね、有利になっていたい。例えば、まあ、精神状態でも自分の方が落ち着いているとかですね。まあ、あとは、なんだろうかな。まあ、いろんな、何かしらであなたよりもちょっとこう、優れていたいみたいなところがあるんだと思うんですね。で、そこになんかこう、優れているところを見つけられると、あ、なんかこうね、自分がこうね、あなたをこう寛容に受け止められるようになったなっていうような感覚になられる方だと思うので、だからそういうね、ちょっとこう、まあ、あなたとの会、やり直す、方法を考えながら、ちょっとこう自分がね、なんかこう、
うん、あなたよりもね優れてるポイントがないかなって、まあそこをねいちいちこう探してるっていうわけじゃないんだけれども、うん、なんかねこう気持ちの中でね、うん、今だったらこうあなたのね話をちゃんと聞いてあげられるみたいなね、そういう心理状態になれたらこうあなたに対して動いていこうかなっていうふうに思っていらっしゃる、まあそんなねカードが出ておりました。で未来どういう考えていらっしゃるのかということで、見ていくんですが、うん、まあやっぱりその今のね状態のままでいいとは思っていらっしゃらず、ここですね、ディスタントサンダーというカードが出ていて、まあ遠くに落ちた雷、到来っていうカードになるんですけれども、うん、まあこの到来、まあ雷をね見ている人がいて、次自分のところに落ちてくるんじゃないかなってちょっとこう怯えている部分があって、まあ一度ねこの喧嘩とかすれ違いが起きてしまったっていうのが、まあこの雷が落ちた状態ですね。まあそれによってこう今二人の関係にひびが入ったり、ちょっとこう距離ができてしまったっていうカードだと思うんですね。でまたちょっとね今の状態でまあ仲直りをしようとしたとしても、雷がね落ち迫ってきているような感じで、まだ同じようにねこう破壊されてしまうんじゃないかっていうことで、だから。なんかこう何もねこう改善せずね動くんじゃなくて、まずはこれクリアズエアーっていうカードで、まあなんかこう空気を変えていく必要があると。空気を変えるっていうのは二人の間の空気を変えるっていうのはそうだけれども、自分自身を取り巻く空気も変えていくっていうことですね。だからその空気を変えていくことで心境を変えていくっていうこともそうだから、だからまずは自分の何かを変えようとしていらっしゃるんだと思うんですね。うん、例えば自分のいらっしゃる部屋の空間を変えるだとか、うん、なんかこう身につけるものを変えるであるとか、うん、まあなんか新しい習慣を取り入れるとかですね、うん、なんかそんな感じをして、まず自分を変えていって、で、この喧嘩を起こした時、すれ違いを起こした時の自分とはまた違う自分になってから、あなたに対して動いていこうというふうに思っていらっしゃるというのが出ているんですね。それがこのワンドのですね、ナイトっていうカードで、このまあ騎士ですね、これからこうまあ戦といいますかね、戦いに向かっていこうとしているようなね、出陣しようとしている人がいるわけなんですが、これ前進するとかね、うん、一歩踏み出すっていうカードで、まあ自分をねこう変えることができたら、あなたに対して出陣、まあ戦うっていうとね、また喧嘩をするのかっていうふうに思われるかもしれないですが、そうじゃなくてね、仲直りをするための話し合いに行くとかですね、あなたと電話を、あなたに電話をかけるとか連絡を入れるとかがね、まあ今回で出陣に当てはまってくるわけなんですが、うん、なんかこう自分をねちょっとこう変えることができたら動いていこうみたいなね、うん、そういったお気持ちでもいらっしゃるのかなと思います。はい。で逆に言うと、それを変えられていない間はね、動かないというか動けないというところがあって、まあ動いたとしても、まあ本当に同じことを繰り返すなというふうに思っていらっしゃっていて、ジャッジメントっていうカードが逆位置です。審判というカードですね。これは正位置の時にはですね、状況の好転ということで、苦しい状況が終わりを迎えて良い状況に移り変わっていくっていうカードなんですが、何も変わっていない状態のままだと苦しい状態が長引くだけっていうふうに思っていらっしゃるので、だからまずはね、何かを変えてからあなたに動いていかないといけないなっていうふうに思っていらっしゃると。まあそんなねカードが出ているので、まあ仲直りのために自分を変えていかなきゃっていうふうに思っていらっしゃるっていうことは、やっぱり今回のあの喧嘩の原因ですね、まあ、すれ違いによるね、ギクシャクの原因というのは、やっぱこう、どこかで自分に、まあ、原因があるな、というふうにはね、感じてはいらっしゃるのかなと思います。うん。はい。ではね、最後ですね、お相手の方と仲直りができるのかどうかということで、まあ、仲直りに向けてね、考えていらっしゃるっていうカードが出ていましたけれども、はい。まあ、改めてね、最後、そちらについても見ていきたいと思います。はい。はい、ではね見ていきます。うん、はい、そうですね、すごく綺麗なね、あのひまわりのカードが出ている通り、まあやっぱこうはつらつとすると言いますかね、またこうまあ二人のね、こう満開に咲いているようなね、様子から、まあやっぱり二人のですね、まあ恋というのは、まあ今回言うと返り咲くっていうような状態なのかなと思います。うん、まあもともとね、すごくこうなんだろうかな、あの良い感じで進んでいた時代であったり、まあそれこそね、その喧嘩とかギクシャクする前ですねに関しては、うん、まあ良い状態の時もあったんじゃないかなと思うんですが、まあ今回のね喧嘩とかすれ違いによって、ちょっとこうね勢いが今ちょっとこうね弱まっているっていう状態なのかもしれないですが、そこからまた
こう綺麗に返り咲いていくとね、まあ日の光とかね、恵みの雨を受けてね、綺麗な花を咲かせているひまわりのようにまたねこうはつらつと、まあ明るい、まあひまわりというのは明るさをね表す花でもありますので、二人がこう明るい表情でね共に過ごすことができているよっていうですね、まあそういったカードが出ておりました。うん、なのでね、まあ、今回で言いますと仲直りはできるのかなと思いますし、もう一つのカードですね、これは勇気というカードが出ています。うん、勇気、というカードで、まあ、勇気を持つ必要があるというカードでもあるんですね。うん、で、まあ、後ほどの、ね、選択肢のカードにもつながってくるのかなと思うんですが、うん、まあ、やっぱりあなた自身もね、あのお相手の方に何だろうかな、うん、任すせっきりのね、ままでは良くないということですね。うん、お相手の方がまあ今回のね原因としてまあ 100%、まあ、100% かどうかわからないですけども、まあ 100% 悪かったとしてもね、うん、だからといってあなたが何も改善しなければそれでいいのかというとそういうわけではなく、あなたも何かねこう勇気を持ってまあ新たな取り組みを始めるだとか、まあ同じことをね繰り返さないための対策ですねを、まあ対策とか改善っていうものはしていく必要があるということですね。これあなたが悪かったからというわけではなくてね、あなたも勇気を持って何かを変えていく必要があって、その生まれ変わった二人が仲直りできていくようになるっていうことだと思うので、うん、まあちょっとね、まあこうめちゃくちゃね勇気のいるリス、もう大きすぎるリスクを負う必要はないですけれども、ちょっとでもね何かこう自分の中でまあ振り返ってみてね、まあ私俺もちょっとここが悪かったなと思ったところからね、ちょっとこう改善してみると、まあもう一度ねこう再開した時にはもうね同じことを繰り返さず、そこからねすごくまたこう発展の流れに乗っていけるのかなと思いますので、うん、ちょっと勇気を持ってね、行く必要があると思いますし、まあアドバイスのカードですね、ここで出ているんですが、オスジカのカードでテイクザリードっていうカードが出ています。リードしていきましょうと。だからまあ先手を打つとか、あなたが率先して動くっていうね意味のカードでもあるんですけれども、仲直りに向けてあなたから率先して動くというよりかは、あのね、例えばその率先して動くっていうのも最初の一手を打つっていうことだと思うんですね、今回のこのカードは。だからあなたから例えばごめんなさいとか、もう一度話し合おうよというよりかは、まあ、先ほどねこの勇気を持つっていうカードがあった通り、まあ、あなたの中でなんかこうね、ここはまあ良くなかったなとか反省したなとかね、直さなきゃいけないところだなと思ったことがあったとして、それをこう直す努力でもいいんですけれども、直したとしてね、ちょっとこう私自身もまあこういったところをね、ちょっとこう反省して直してみましたみたいなね、なんかそういうこうなんだかな、お相手の方から動きやすい一手を打つみたいなイメージですね。全部があなたがね、主導して、率先してね、動いていくというか、なんかこう、お相手の方が動きやすい。まあ、0.5 歩目をあなたがこう、なんだろうかな、起こしてあげるみたいなイメージ。ちょっとニュアンスわかりますかね。その全部をね、あなたがこう、リードしていくんじゃなくて、お相手の方に、がね、こう、出陣してきやすいような、こう、なんだろうかな、アシストみたいなね。うん、なんかそういったことをしてあげると、すごく仲直りはしやすくなっていくのかなとは思うので、まあ、ここもね、参考にしていただけたらなと思います。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていくと、今回はですね、焼肉で必ず食べるものは皆さん何ですかということでね、まあ、私自身のね、焼肉が食べたいという欲望がね、まあ、溢れ返っている、今回はお題になってしまったんですが、皆さんね、焼肉で必ず食べるもの何かありますでしょうか。まあ、食べる部位の方がね、表現としては合っているのかもしれないですが、まあ、焼肉ね、いろんなものがやっぱりあったりしますので、まあ、今回ものとね、書かせていただいたんですが、まあ、私の中でね、食べるものはですね、まあ、結構レギュラーメンバーは決まっていてですね、まずは角的、まあ、お肉じゃないんかいということなんですけども、角的と冷麺ですね、あとはお肉で言いますと、タン、そしてハラミいいですね、あとはねお店によってあるないあるんですけれども、あとは厚切りカルビとかですね、であったり軟骨とかもねあったらね、あの野源軟骨とかもね結構好きだったりするんですが、皆さんはね、その焼肉に行かれる時にね必ず食べるもの何かありますでしょうか。締めの杏仁豆腐とかね、なんかそういったものもあるかもしれないですけれども、お好きなものね、食べるものあったらですね、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、ということで
して、B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりますが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい。それではですね、最後にこちらのフクロウのカードですね、もしくは死をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマはですね、まあ、喧嘩をしたり、まあ、すれ違いによってね、まあ、こう、ギクシャクしたり、まあ、関係がこじれてしまったお相手の方のお気持ちであったり、仲直りができるのかっていうのを見ていきます。はい。それに際しまして、まずはですね、その喧嘩とか、まあ、すれ違いによってね、こう、ギクシャクが発生した時のお相手の方のお気持ちと、まあ、そこからだいぶ経ったのか、まあ、直後っていう方もいるかもしれないんですけれども、今現時点でのお相手の方のお気持ちを見ていきます。そして今ですね、お相手の方はあなたとの未来をどういうふうに考えていらっしゃるのかっていうのと、最後はですね、まあ、お相手の方と仲直りできるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい。これよりリーディングを行っていくんですが、こちらね、全体に向けてのリーディングとなっておりますので、まあ、全ての方に当てはまるとは限りませんが、まあ、その中でもですね、まあ、心に響いたことを受け取っていただいて、そうでないことに関しましては聞き流していただけますと幸いです。はい。リーディングの内容が皆様の今後のですね、恋愛や人生のヒントやアドバイスになることを祈っております。はい。ではですね、見ていきたいと思います。今回3列になっていきいますけれども、一番上のカードがですね、喧嘩とか、まあ、すれ違いによるギクシャクが発生した時のお相手の方のお気持ちを表していて、真ん中がですね、今現時点でのお相手の方のお気持ちを表しています。そして最後がですね、この下のカードですけれども、今の時点でお相手の方はあなたとの未来をどういうふうに考えていらっしゃるのかっていうのを表していますので、早速見ていきたいと思います。はい。はい。では、うん。はい。では見ていくんですが、そうですね、印象としては、ですね、仲直りまでにはもう少しちょっと時間はかかるかなというふうに感じていらっしゃるようですね。なんかね、まあ、お相手の方としては、なんかね、今、
自分の存在をなんかね、まあちょっとね、あなたからするとこれちょっとイラッとくるような表現になるかもしれないけれども、自分の存在をなんかこうありがたがってほしいみたいなね、うん、なんかそういうふうに思っていらっしゃるんですね。うん、うん、ありがたいと思ってほしいみたいなね。だからなんかこう不満とか、苛立ちをねぶつけるんじゃなくて、もっと感謝の気持ちをぶつけてほしいみたいな、まあ、ぶつけてほしいというか抱いてほしいみたいなね、なんかちょっとこう自己承認欲求みたいなところはあるのかもしれません。うん、なのでね、ちょっとこのあたりお伝えしていこうと思うんですが、うん、まず一番上からね見ていきたいと思います。お相手の方がね、その喧嘩とか、あとは、すれ違いによるギクシャクですね、それがまあ起こった時の、お気持ちっていうことなんですけれども、うん、なんかね、その時はもうね、あなたと別れるとか、もう関係終わらせるみたいなね、まあ、うん、そういうふうにちょっとこう思われたのかなと思います。まあ今はね、そうではないと思うんですけどね。うん、で、このーカードから見ていくと、死神というカードが出ました。死神というカードは、限界を感じるっていうことで、まあ、限界を感じているものを終わらせるであるとか、まああとは、関係を断ち切るとか、潮時を迎えるっていうことで、ああ、もうこの喧嘩でね、ああ、もう二人はもう終わるんだろうなとかね、もう終わらせてやろうかなとかですね、うん、もうなんかこう関係を超えてね断ち切っていこうかなみたいなね、なんかそういうことは思っていらっしゃったと思います。喧嘩をした時はね、うん、あとはちょっとこうギクシャクしてしまった時にいいですね、ちょっとこう終わりを予感されたっていうカードですね。で同時にいいここですね、このカード、まあ、カップのエースっていうカードになるんですけれども、まあ、このカードはですね、愛の始まりっていうカードで、まあ、カップがね、愛を表す象徴で、1っていうのが数字の1なんで、一つのね、カップがあるわけなんですが、まあ、今回で言うと、これはね、あなたとの関係を終わらせて、あ、もう新しい子に進もうかな、みたいなね。うん。もう新しい人を探そうかな、みたいな、なんかそういうお気持ちになられたということですね。うん、あ、もう会わないわとかね、もうなんかこううまくやっていけるのもこの喧嘩の感じからするともう無理かなとかね、うん、なんかそういうことはやっぱ思っていらっしゃったのかなと思います。うん、それが最終決定ではないんですけどね、今回全体を見ると。うん、で、このサークルっていうカードを見ていきますが、まあサークルは円ですね、円ということなので、まあ円という、まあ丸っていうことなんですけれども、まあ今回でいうその丸っていうのがね、文章でいう句読点の丸になるのかなと思うんですね。だから今回でもこ、まあ、ギクシャクした感じになるのが、まあ最後の、まあピリオドというか、こう丸を打つみたいな文章での丸ですね。うん。句読点の丸をつけようかなっていうことで、まあ、ここがね、なんかこう、二人の終着点なのかな、みたいなね。なんかそういうふうにちょっとこう思っていらっしゃったところはあるんだと思うんですね。だけれども、まあ、そこからまあ、どれぐらいのね、月日が経っているかっていうのはね、これ人それぞれちょっと違うんだと思うんですけれども、なんかね、まだ自分は悪くないっていうようなね、頑固さをね、表すカードが出ているんですね。うん、なのでちょっとお伝えしていくんですが、うん、まずはここですね、このカード、うん、ワンドのページというカードが逆位置になっていて、まあ、このカードですね、もともとここに女王様がね描かれているわけなんですけれども、まあ、負けん気の強い女王様を表しているカードなんですね。うん、で、まあ、お相手の方が男性であれ女性であれね、まあ、その負けん気の強さとかをね、表しているっていうことを思っていただきたいんですが、これ逆位置になりますと、もう頑固、意地っ張りみたいな、ところがあって、自分が間違っているのに間違いを認めないみたいなね、なんかそういうカードになっているんですね。うん、だから今ね、その喧嘩が立って直後かもしれないし、まあ、直後だからこそかもしれないし、まあ、その直後でなくてもね、まあ、しばらく期間が経っていた今も、自分は間違っていない、うん、っていうふうに思っている。自分は負けを認めない、まあなんだろうかな、間違いを認めないというか、まあ、そもそも間違ってないしみたいなね、うん、なんかそういう気持ちでいらっしゃるっていうことなんですね。うん、だからそのまだ本当にこう頑固にね、こう譲る気はないみたいなお気持ちで今いらっしゃるわけなんですね。うん、でもうなんかこう耐久戦に持ち込んでいこうと思っていらっしゃるっていうのがあってね、どちらかがこう痺れを切らすまでなんかこう根気比べみたいなところがあって、
それがこのカードで、ワンドの10というカードになるんですね。で、このカード今回正位置で出ているんですけれども、このカードが正位置の時に出た意味の中にですね、まあ、忍耐と努力を続けることで成功をつかむっていうカードが出ているんですね。まあ、意味としてあります。うん、だから、仲直りをするにしても自分からはもう絶対譲らんぞということで、もうなんかもう長期戦に、まあ、長期戦で根気比べですね、どっちが先にね、もう折れて謝るかみたいなね、まあ、お相手の方としてはもうね、真っ向から勝負しますよみたいなね、うん、どっちがこう耐えられるかみたいな、その勝負を今仕掛けていらっしゃるような感覚なんですね。だ、自分はずーっと今の状況を耐え続けるぞと、動かないぞみたいなお気持ちでいらっしゃるということなので、まあちょっとこう仲直りをしていくにしても、まああなたから動いていく必要はあるのかもしれないですね。で、ここなんですね。サンクスフルっていうカードで感謝の気持ちっていうことなので、本来だったらあなたに対しての感謝の気持ちを抱いているっていうね、喧嘩を通じてあなたのありがたさを知って、感謝の気持ちを抱いているっていうことにはなるのかなと思ったんですね。このカードだけを見たときに。ただ、ここの2枚との組み合わせなので、今、お相手の方があなたに対しての感謝の気持ちを抱いているというか、あなたにお相手の方への感謝の気持ちを抱いてほしい。だから、自分のことをありがたがってほしいっていうかね、自分に感謝の気持ちを持ってほしいと思っていらっしゃるわけなんですね。うん、今、まあ、その喧嘩をしたってことはお互いに不満がぶつかったっていうことだと思うんですね。ぶつけ合ったというか、なんかこう思っていることをね、まあ、こう吐き出したっていうこともあると思うんですね、あなた自身が。うん、そんなことを言われる筋合いはないみたいなね。うん、そんなことを言われるというか、自分は、まあ、そのお相手の方からするとね、自分はあなたにこういうことをしてきたり、こんなことをしてきたり、なんでそんなこう不満とか苛立ちをぶつけられなきゃいけないんだ。もっとこう、ありがたいと思ってほしい、みたいなね。うん。なんかね、そういう、ま、あなたから見てちょっとこう物足りないとことか、ね、もっとこうしてほしいっていうところがあったから、まあね、不満を抱くようになったと思いますし、不満をね、ぶつけられたんだと思うんですけども、お相手の方の中では、いやいや、それよりもこれをしていたのよねっていうね。うん。なんかそういうね、感覚。だからちょっとしてね、こう、ちょっとズレがまだ、生じている状態なのかなと思います。うん。お相手の方はお相手の方にこう、やっていたつもりなんだけど、それを認められなかったことの苛立ち。で、あなたはあなたで、自分の求めているようなことをお相手の方がしてくれなかったことへの不足感とか不満とか苛立ちっていうのが、こう、ぶつかって喧嘩になったのかなと思うので、認め合うみたいなところがね、あると、すごく仲直りはしやすくなるのかなと思うんですね。で、今後の関係についてどういうふうに、思っていらっしゃるのかっていうことで、見ていくんですが、やっぱりね、相当な頑固者なのかなっていうのが出ているので、ちょっとお伝えしていくと、ここですね。ソードのエースっていうカード。これがまさにね、逆位置になった時に頑固な態度っていうカードになるんですね。頑固な態度とか、あとは、譲らない。自分を譲らないっていうカードで、まあ未来においても自分は譲らんぞと、まあ長期戦に持ち込むみたいなことですね。今期比べはこれからも続けていきますよ、みたいなね。うん、自分からなんかこう歩み寄るとか、なんかこう譲歩するみたいなことはしませんよ、みたいなね。うん。まあそういったカードになっています。だからだいぶね、頑固者なのかなというふうに思います。自分の考えや思いにこだわるっていう意味のカードでもあるので、やっぱそこから抜け出すっていうことはされないのかなというふうに思います。はい。うん。ただね、本当は、まあ、ここなんだと思うんですけども、ペンタクルの4というカードですね。が、正位置で今回は出ております。このカードが、正位置の時にはですね、安全とか安定を求めるとかですね。うん。まあ、そういったカードになっていて、まあ、本当はね、和解したいとか、安全な状態なので、まあ、こう、仲直りをしてね、ほっと一息つけるような状態になりたいとは思ってるんだけれども、
だからといって自分が譲るっていうのは、まあそうね、こうできないっていうことで、最後このカードになってくるんですが、View from above、上から眺めるっていうことで、本当はね、直接あなたのいる場所に赴いて話し合うとかね、したいんだけれども、自分から行くっていうのは、なんかこう負けを認めることにもなるから、なんか遠く離れたところが、今あなたが何してるかな、みたいなね、ちょっとこう覗いていらっしゃるみたいな、気にしていらっしゃるみたいなね。まあそういったカードが出ていて、なんかね、素直になれない方なんだと思うんですね。頑固さによって、だから本当はね、今お相手の方があなたに対して動いていないと思うんですけども、本当はね気になっていらっしゃると思います。心の中ではね、何してんだろうとかね、そろそろなんかこう、自分のこと、自分のところに来てくれないかなとかですね、そういったね、なんかこうあなたの動向みたいなものは気にしていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。はい、ではね、最後に、この状態の中でね、仲直りができるのかどうかということでね、最後見ていきたいと思います。では見ていきます。お相手の方と仲直りができるのかどうかということで、なるほど。エンバレッシングっていうのは抱きしめるとかですね、受け入れるとかね、そういった意味のカードで、レリエンス、輝きというカードですね。はい、見ていくとですね、仲直りができないっていうわけじゃないんだと思うんだけれども、そうですね、だから、あなた自身も頑固になってしまっていては仲直りは難しくなるっていうことですね。あなたがへりくだらなければいけないっていうわけではなくてね、あなたもあなたでちょっとこう、どこかね、自分から歩み寄るっていうことが納得のいかない部分があるかもしれません。だけれども、その意地を張ってお相手の方と同レベルになっちゃいけないっていうことなんですね。あなたがね、こう歩み寄るっていうのは一つこうなんだろうかな、上のレベルに行ってね、いわば大人な対応。だから意地の比べ合いというのはこれもう子供の喧嘩と一緒でね、そこで張り合っていても仕方ないわけですね。だからあなたがちょっとこう お相手の方よりもね、大人になって、もうね、実際にお相手の方大人の方だと思うんだけれども、まあちょっとこうね、そういったなんかこう喧嘩をした時の対応とかは結構子供っぽいところがあると思うので、だからあなたが大人になってあげる必要があって、それがこの輝きっていうカードなんだと思うんですね。ちょっとこちらから見ていくと、まあ輝き、灯台がね描かれていますけれども、このカードとしては、まあ、この輝き、まあ、灯台がね、光り輝いている通り、明るくなる必要があると。灯台のように明るくね、振る舞ったり、明るさをこう発揮していくことで、まあ、あなたが輝きを放つということですね。そうすることでチャンスが引き寄せられていくということですね。だから、そのお相手の方の意地に対して、あなたが意地をぶつけていては、これ、輝きではないですよね。とか、怒りに対して怒りをぶつけるのもこう光じゃない。だからあなたは光をね、放ってあげる方がいいと。なんだろうかな。笑顔を振りまくっていうだけではないですけれども、なんかね、その、いまだにこう意地を張っているっていうことが、なんだろうかな、恥ずかしいことなんだよって思わせるような感じでね。もう自分はもう気持ち切り替えているよとかね。あの時の喧嘩を起こしてしまったことはもうね、悪いと思ってるけども、それをねこう引きずるのもどうなのみたいな、ちょっとこう煽ってしまうような言い方になったらね、良くないんですけれども、そういうね、なんかこう、最初見せかけでもいいと思うんですね。
見せかけてもいいと思うので、なんかこう自分が輝いているような姿をね、見せた方がいい。だから、喧嘩をして落ち込んでいる姿だとか、なんかこう、なんでしょうかね、元気がなくなっている姿だとか、自分が悪いんだ、自分が悪いんだ、みたいなね、ちょっとこう、なんか弱っている姿を見せるというよりかは、もうそこが立ち直ってますよ、みたいなね。なんかそういう、これ本当にもう見せかけでもいいです。それを見せていくことで、あれと、なんかこう自分だけが維持になっているのが、なんかこうバカらしいなみたいな感じになって、チャンスが引き寄せられてくるんだと思うんですね。だその輝きを放っていくのが大事で、あとエンバレッシングというのは、これ受け入れる、抱きしめるっていうカードで、まずはこう目の前の現実を受け入れるっていうことですね。受け入れた上で、受け入れるっていうものがすごく苦しい現実かもしれません。だけれども、受け入れた上で見せかけでも明るく振る舞っていけば、ね、チャンスはまたやってくると、仲直りをするね。だからここを実行することができれば仲直りはできると思います。ただあなたもお相手の方と同じ、目線というかレベル感で意地を張っている段階ではこれ難しい。これもうなのかな、平行線をたどるだけになるので、だからここを押していけば仲直りはできると思います。はい。で最後こちらですね。はい。フクロウのカード、あなたへのメッセージのカードです。 You see clearly now っていうカードで、あなたは今はっきりと見えていますと。このフクロウというのは鋭い観察力とかですね、洞察力をね表すカードで、あなた自身は心が落ち着いた状態だったらどんなことでも見える人なんです。お相手の方の気持ちも今ね、あなたからすると見えないと、わからないと思ってるかもしれません。でもそれはあなたが今冷静な状態じゃないからなんです。冷静な状態になっていれば、あなた自身はお相手の方の気持ちが見える人なんです。見えるはずなんです。だからね、まずそういった意味でも自分をね、こう落ち着けていくっていうのが必要だし、その落ち着いた状態であなたが考えたそのお相手の方の気持ちっていうのは、それ見えている状態だから、きっとこう合っているものだと思うんですね。だからその上で、輝きを放っていけば、このね、あなたの洞察力と輝きをね、駆使していけば、これ見せかけでもいいっていうふうにお伝えしましたけどね、仲直りをしていくことができると思うので、まずはあなたの本来の力を取り戻すために自分を落ち着けていきましょう。落ち着かない状態のままでは状況は良くなっていかないってことは、落ち着いて見えるものを見えていたものを見えるようにしていきましょう。それがまずね、仲直りへの第一歩になってくるっていうカードが出ておりましたので、参考にね、していただけますと幸いです。はい。ということで、リーディングとしては以上になるんですが、最後ね、こちらについてお話ししていくと、今回はね、焼肉で必ず食べるものは何ですかということでね、ちょっと私自身のね、焼肉を食べたいというね、欲望が溢れ返っているね、今回のお題になってしまったんですが、皆さんね、焼肉の時に必ず食べるものはね、何かありますでしょうか。私としてはですね、食べるものということなのでね、格的と冷麺ということでね、いきなりお肉じゃないんですけれども、それはね、必ず食べますし、あとはね、お肉で言いますと、やっぱ牛タンとかですね、あとは、ハラミですね、あとはこれね、お店によってあったりなかったりなんですけども、厚切りカルビですね、であったり、あと、野源軟骨とかね、軟骨系も結構好きなので食べたりするんですけれども、皆さんはね、焼肉の時に必ず食べるものね、何かありますでしょうか。締めの杏仁豆腐とかもいいですよね、何かあったらですね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい。はい、ということで、C をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。